まあ、マウンテンほとんどのチャンスなかったですから、やっぱアーツセンターがちょっと厳しいですね今のは。なるほど、 SA がちょっとハンマーだったから苦しかったのか。ええ、さあ続いて登場がヤックンネクロ。ヤックンネクロは結構サブキャラの中でも強い部類に入ると僕は思ってるんですけれども、はいはい、まあ、しかも相手がユンということで、多分ユンの嫌なところ結構分かってる。いや、だがちょっと痛い、傷口が開いたか。高いから本人結構嫌がってんですよね、ネクロで やった時にユンって。なるほど、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、はいはいはい、まあいけるとは思ってますけどネクロ側は。さあここで開幕投げてって、お遅れましたね反撃。おっと投げる、もう一回投げて追い打ちはちょっとミスった。当て投げ追撃はちょっとミスってますね。うん、やっぱりこのネクロの画面端の強さっていうのはやっぱりそのやっぱ投げからの追い打ちが入るところとか、あとはスタンチが結構高い攻撃を持っているとか。あ、そうですね、エレクトリックスネークってアーツがもうすごいんで。さあでもこの画面端からなんとか抜けて、お、さあリバサで初、いやー置き決めするのか。していく。さあそうですね、これ怖いですよね。さあ、おネクロ、おーっとブロッキングからの確定ですね。まだここはネクロいけますね。いけますか。ええ、さあどうなる。開幕ジャンプ台系が刺さって、さあ鉄なんか飛びがちょっと多いですね、ネクロ側が。うん、本当は飛んじゃいけないですけどね、危ないですから。下段からの幻影陣が入ってしまう。でんでん、お、あ、勇気ありますわ。前方潰しましたね。さあどうする、こすりが早い、だがちょっともう体力が苦しいか。いやもうスタンいけないですこれ。うー、ブロってと行きましたか。ユン入って、さあ画面端置き攻め、下段を下ブロ入ってました。まあまあもうどっちも死ぬとこでしたから、うん、っていうか今しゃがみジャッキックをブロッキングされて、はい、